みなさんこんにちは、アオリーチャンネルです。今回は最近クレーンゲームで取れた商品をご紹介します。それではまずは一つ目ですね。一つ目はまずはスクイーズですね。はいはいはい、これははい、シュークリームのスクイーズです。こちら葉っぱとか生クリームとかいろいろ中に入ってるんですけど、こちらはスクイーズではありません。食品サンプルみたい、ここが食品サンプルみたいで、パンの触りがこちらですね。ふわふわふわって感じで、低反発と高反発の間ですね。ふわふわ、どちらかといえば高反発かもしれませんね。切っても次に、はい、マイクラというアメリカのゲームのブロックのなんか段ボール箱ですね。そして開けるとですね、はい、タオルなんですよ。ちっちゃいけどタオルなんです。可愛くないですか。ちょっと見た目だとこうやってやるとちょっとマイクラっていうやつなんですけど、マイクラのブロックっぽくはないですね。なんかぐじゃぐじゃぐじゃっとしたやつで便利です。タオルは、うん、タオルは本当に嬉しいです。これ一発ゲットなのでビビりました。このタオルで100円は安い、本当に安い。これはまたですね、今度ゲーム実況でこちらマインクラフトというゲームやりますので、そちら今度見てください。2回目ですね。はい、どうぞ。おー、キャッチできた。はい、こちらはイオンのモーリーファンタジーで撮ったベビーカステラですね。こちら猫ちゃんなんですけど、結構います。ウサギちゃんもいるし、ここに書いてあるんですよ。なのでぜひ皆さんこれ見てみて、頑張って撮ってみてください。ヒゲまんじゅうって書いてあります、後ろに。ヒゲまんじゅう。じゃあ触り心地はですね、やっぱり低反発と高反発の間で、どちらかといえば低反発。うん、気持ちいい。ちょっと見えにくいんですけど、顔がありますね。次、はい、こちら一発ゲットでできたソフトクリームです。いちご味ですね。そしてですね、以前の動画で、はい、こちら白のゲットしてるんです。ぜひよかったら概要欄に貼ってあるので、こちらの動画、撮った動画ですね、ぜひ皆さん見てください。こんな感じでですね、色違い、嬉しいですよ、色違い。これが200円でゲットして、これ一発ゲットで、こちらは3本でゲットしたんですけど、こちら2本でゲットしたんで超嬉しかったです。2本はちょっと苦手なんです、私。イオンのモーリーファンタジー限定の商品なので、ぜひ皆さん撮ってみてください。意外にこちら人気です。うん、人気。次、はい、こちらはまたまたですね、ソフトクリームです。こちらさっきソフトクリームだったんですけど、こちらカップになったことと、あと何も上にかけてなかったんですけど、こちらはなんかチョコレートみたいなものがかかってますね。で、ペコちゃんの表紙で可愛いです。本物みたいです。それでは触ってみましょう。気持ちいい。これは私のスクイーズ持ってる中で初めての触り心地かもしれません。低反発ですね。しっとり系かな、しっとり系ですね。気持ちいい。多分これずっと触ってると、ここのチョコレートのやつがペロって取れちゃうかもしれませんね。こんな感じです。こちらですね、このチョコレートかかってるやつが私欲しかったんで、これ狙ったんですけど、違う、これもついてないチョコレートの茶色の色をしたものもいっぱいありました。私はこれで良かったです。気持ちいい。パパありがとう、これ欲しかった。パパありがとう。次、はい、こちらはですね、違うゲームセンターでゲットしたウェアハウスというゲームセンターなんですけど、面白スライム、バキュームモグタンですね。それでは開けてみましょう。スライムが入ってるんですよね、こちら。あ、放射って書いてある、ここに。これ一発ゲットです。この動画の時は大きいものを狙わなきゃいけなかったので、
でもちょっと悔しかったので、ちっちゃいものを狙ったら一発ゲット。卵かな、これ。卵だよねこれ。はい、卵ですね。でスライムが黄色です。開けてみましょう。お皿開けましょう。あ、なんて、なんかちょっとトロトロっぽいよ。はい、いきます。あー、これは100円ショップで買ったスライムみたい。あ、思い出した。あの、ホットチリスライムの触り心地がします。それでは吸ってみましょう。いきますよ。食べた。じゃあ吸いますね。いきますよ。え、ゆっくりだけど吸ってってます。おー、吸えた。何この商品、考えた人天才。いきますよ。うえーうえー、うわ、最後ポッて出さないの、これやばいな、この商品。ご飯ですよ。いただきます。吸わないね、あなた、本当に。お、吸ってきた。あれ、ノロノロだな。でも吸ってきてる。おい、急に空気入んのやめて。ああ、失敗した、失敗した。うん、もう一回。うん、トコトコトコ食べたい。なにこれ、なかなか吸えないんだけど。なんかやだやだ。うぃー、以上です。最後にですね、私が狙ってたものがついに来ました。どうぞ。ほら、大きくて顔に撮っちゃった。うんこ漢字ドリルのキャラクターの人形です。イエーイ、大きい、大きい、大きい、大きくないですか。見えないもん。こちら全1種類なんですけど、パパがラスト100円で取ってくれたんです。ラスト100円なんですよ。でも多分ですよ、こんななってたので、それを私が縦にしたのが良かったのかもしれない。でもパパ本当にありがとう。うわー。うんこ漢字ドリル、めっちゃでか、うんこ先生顔型ぬいぐるみって書いてあります。すごいんだよこれ。大きいから、うん、縦45センチ、そして横が40センチです。あとですね、重いんですよ。いつもクレーンゲームでこういうの狙うと、あ、キャッチできた、やった、すぬるぬるって、ローションかかってるみたいな、ぬるって。でもそれが奇跡で、口ゲットみたいな、本当に嬉しかったです。こうやってこうやってお昼寝できる、こうやって。はい、すごいよね。うん、みんなもこれ狙ってみてね。てっとっとっと。今回は最近ゲットしたクレーンゲームで取れた商品をご紹介しました。すっごい嬉しかったです。でっかいんですよ、もうクッションです、もうクッション。他にもなんか初めて見たものや、まあ、スクイーズも新しく増えてよかったです。またうんこ漢字ドリルのキャラクターぐらい、これそれよりももうちょっと大きい人形を狙ってみたいと思います。ぜひ皆さんその時は応援してください。木村さんもね、クレーンゲームおすすめです。やってみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。